暑いの嫌いすぎてもはや夏など二度と来ないでもいいとすら思っている。どうもフレブルブリーダーチャンネルです。フレンチブルドッグの妊娠出産子育て、犬舎の犬たちの日常やブリーダーたちのしょうもない日常、毎日夕方6時に配信しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて、僕たちそして犬たちとお友達になってください。というわけで刺さっておりますがかわいすぎでしょね、悪魔的かわいさでございます。毎日こうした可愛い子犬たちの姿が見れるのはフレブルブリーダーチャンネルだけでございますがで、本日はこちらのエンビさん、膣脱といってですね、お股からヒートの時に膣がね出てきてしまう、まあ、いわゆる病気にかかっております。でエンビはですね、ヒートのたびに毎回膣脱をします。でまあ、後輩妊娠自体は、全く問題はないのですが、あんまりにもね出てきてしまうと丸ごとボロンってね出てきちゃったりとかするんですよ。とか、ヒート中っていうのは結構細菌がお股の中に入りやすくなってるんですよね。なので膣脱することによってお股の中に、ばい菌が入って、子宮蓄膿症っていうね、病気にかかってしまったりとかもします。で子宮蓄膿症になると、まあ、お腹の中に膿がたくさん溜まってしまうわけですね。お股すごいでしょ、すごいね。でそう膿が溜まってしまって、で膿が溜まるとどん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 、お腹がねみるみるうちにね大きくなってくるんですよ、膿が溜まりすぎてね。でそれをあ妊娠したかもなみたいな感じで、で膿が溜まってるのに赤ちゃんができたって勘違いしていたら、それが全部膿でお腹がパンパンになってただけで、そのまま亡くなってしまう、犬がいたりとかもするわけでございます。で、まあ、膣脱自体はなので、まあ、仕方ないことなので、まあ、二次的なねそこからばい菌入って蓄膿症になったりとか、ね、そう膣が出すぎてブラーンってなっちゃったりとかしないようによく様子を見て、できる限りのケアをしていかないといけないわけですが、でまあ、エンビはですね先日交配を2回終えました。で交配の時にですね人工交配になりますので、オスのチンチンをねメスに突っ込むわけではないんですよ。オスの、精液をブリーダーが、採取して、それをメスのね、つまりエンビのお股の中にピューッとブリーダーが入れるわけなんですが、でまあ、管をね、お股の中に通すわけですよ。でその管に精液をチューッと入れて、塩ビのね子宮の中に、精液を送り込むんですが、その管を入れた時にですね、大量の血がですね中から出てまいりまして、本当にホースでビューって血が出てくるような感じで、でかなりね血の色がね悪かったんですよね。もうドス黒い血で、で匂いも結構鮮血ではないので、いわゆる悪い血ですね。でかなり匂いもちょっと生臭くて、で管突っ込んだ瞬間に中から管を通してビューっていう感じで、血が出てまいりましてですね、まあ、コップ1杯分ぐらいですかね、紙コップ1杯分ぐらいの、出血をしてしまって、でまあとりあえずはね出血があったとはいえ、オスの精液はもういただいた後ででしたので、とりあえず出血出せるだけ血を出して、精液は中に、送り込んで、一応交配は人工交配自体は、できたんですが、問題はその出血がちょっとね心配だなというところで獣医さんに相談したりもさせていただいてたんですが、まあ、ちょっとね分かんないんですよ。そうそうそう、なんで出血してたのか、なんでお腹の中に血が溜まってたのかとかはちょっと分かんないんですけども、とりあえずは、お薬飲んで炎症を抑えるといったところですね。で、まあ、今後悪化して、熱が出たりとかね、ばい菌入って体調悪くなっちゃったりとかした場合はまたその都度処置してっていう感じになりました。ちょっと心配ですね。まあね、その妊娠自体は、まあ、妊娠出産は、まあ、しなくても、いいので、まあ、エンビーがね健康だったらいいなっていうふうに思うんですけど、ちょっとねどうでしょうね、なんともわからないところです。
ねえ、まあ、たかがあと1回か2回出産させたとて、ね、それでエンビーの寿命とか、まあ、その出産の時のね、あのダメージで亡くなることもありますでしょうし、そういったことも考えるとね、とりあえずはエンビーが健康でいてくれれば、まあ、妊娠はしないでもいいんでっていう風な気持ちではいますけども、で、まあ、その膣脱毎回ヒートの度にねするのもあれなので、出産の時にね、あの全身麻酔が帝王切開なので入るのですが、その時に膣脱のね手術も一緒にやっちゃいたいんですが、その分やはり麻酔が長くなるじゃないですか、ね、お腹切って赤ちゃん取り出すだけだったらこのぐらいの麻酔量でもいいんだけども、時間がね、そう、膣脱のオペもするんだったらもうちょっと時間長めにしないといけないから、そうすると麻酔も強くなって、長い時間エンビーが眠ることになると。で、長い時間眠れば眠るほど、そこから冷めてくる、戻ってくる可能性が低くなるので、ちょっとかなりリスキーですね。で、まあ、その時にエンビーがなくなってしまったりとかね、麻酔から帰ってこれなかったりとかすれば、当然ね、生まれた子犬たちを育てる母犬はもういないわけですし、そういったことも考えると、やはり帝王切開のついでに膣脱の手術もとかっていうのはちょっと難しいかなっていう感じになるんですが、まあでもやるんだったらやっぱり若い時にやらないとなっていうところもあって、かなり判断が難しいところでございます。まあ、引退をね、今後いつかエンビーも卒業することになると思うんですけども、その、まあ、卒業の時に避妊手術をするのであれば、その時に避妊手術と一緒に膣脱の手術もっていう感じになるかなといった印象です。つまりエンビーはですね、卒業するまでは、ずっとこの膣脱と、付き合っていかなきゃいけないわけで、でその時にまたこういった出血とかが出血とかを繰り返すのであれば、やはりでかつ妊娠しなかったりとかね、そう、出産自体が難産だったりとかってなってくると、もうエンビー自体は、エンビー自身は、まあ、出産には適していないということになりますので、まあその時にエンビーも卒業になるかなといったところですね。ねえ、やっぱり手術も麻酔が入るんでね、ちょっと難しいところですよ。まあ何回も言いますけども、とりあえずはね、そう、エンビーが健康でいてくれるのが一番なのですが、やっぱりね、そう、出産しないにしてもヒートは来るので、でヒートの度に膣脱して、膣脱するたんびに子宮蓄膿症になって出血してっていうのを繰り返すようだとね、ちょっとかわいそうだし、どうにかしてやりたいなっていうふうにも思うんですけども。で、まあ、かといってね、もう出産させないでってなったとしても、結局膣脱はねヒートの度にするわけで、そのたんびに蓄膿症の可能性とは出てきてっていうところなんで、まあ様子見ながらね支えてやりたいと思います。ということで、また明日夕方6時に、ありがとうございます。